お疲れ様です。競輪一木チ,チャンネル一木です。さあ、奈良 G3 も決勝戦ということになっておりますので、決勝戦の前のレース、11レース、12レース、展開予想をしていきたいと思います。まずは奈良競輪33バンク、直線が38メートルと極端に短いです。1着の決まり手、逃げ30、まくり40、差し30と、まくりの決まり手が一番多い、ね、バンクになっております。2着、逃げ22、まくり16、差し17、マーク45。 ライン決着が多いということでね、もうすごくね、3、3バンクの中でも特殊バンクとなっている、それが奈良バンクです。それでは11レースメンバーを見ていきましょう。1番石塚、2番佐々木、3番浅井、4番東、5番小原、6番酒井、7番森澤、8番吉田、9番小岩となっております。ラインを確認していきましょう。5番、4番、5番の小原に4番の東。 6番の坂井は短期、3番9番3番の浅井に9番の小岩8番1番8番の吉田に1番の石塚7番2番7番の森沢に2番の佐々木ということでね細切、えー、れ戦になっております、えー、まずはライン先頭を走る自力型を比較していきましょう 5番の小原、バック1回ホーム0回、逃げの決まり手が0、りが3、差しが4、マークが1ということで、り差しで戦います。6番の坂井、バック7回ホーム7回、逃げの決まり手が3、りが2、差しが0、マークが0と、り先行で戦います。8番の吉田、バック5回ホーム7回、逃げの決まり手が2、りが2、差しが0、マークが0と。ここはね、奈良で最終日ね、後ろに石塚をつけているということでね、やることは一つ先行じゃないかなと。見せ場を作ると。7番の森沢、 バック0回、ホーム0回。逃げの決まり手が0、まくりが1、確かにマークが0とね、差しまくりで戦っております。さあね、本格先行と言ってもいいのは8番の吉田だけと、あとはね、まくり差しの選手ということで、波乱含みの一戦になります。 スタートなんですけれどもね、えー、もうここは SS 派森沢が受けて立つということで、えー、7番、2番がまずはスタートを決めます。1番の石塚がいますので、8番、1番が前中段、3番、9番が後ろ中段、えー、6番、5番、4番は外枠引いておりますので、後方からの仕掛けと。赤番前で、5番、4番がインを切りに行きます。中段取りですね。6番切り替え、3球切り替え、8、1、7、2と。 まあここでね、やっぱりあの8番の、ね、吉田、奈良のお客さんの前で、ね、風を切るということで、じゃんで8番、1番が先行、5番、4番が中段、6番がいて、3番、9番、7番、2番は、ね、後方からのまくり勝負と考えましたので、1番の石塚、ね、まくりも打てるということになりますので、ここはね、3番の浅井、7番の、ね、森沢のビッグネームを、ね、倒すことができるか、必殺の二段掛けが炸裂するということで、ね、1番の石塚から狙っていきたいと思います。 抑えは、やっぱりね、3番のね、浅井から行くか、7番の森沢から行くかというところですけれど、まあ、ま、栗をね、ガツンと打てる、3番の浅井からね、狙っていきたいということで、まずはね、1番の石塚から、5番のね、小原、3番の浅井、7番の森沢をつけて、1から5、3、7あ、こちらの方がね、勝負です。そして、あとはね、手広くということで、まあ、穴になってきますからね、1番、8番ね、8番の吉田がね、まさ、あ、かの前残り、6番の坂自体も近畿ですから、 え近畿を追走していてのなだれ込み9番の小岩がね中割ってくるということで1から869こちらの方ねまずは狙っていってえそして3番のね野菜の一まくりということで9番の小岩5番の小原7番の森沢2番の佐々木をつけて3から9 5 7にこちらの方でね押さえていきたいと思います。 それでは、奈良・春日賞決勝戦ということでね、えー、メンバーを見ていきたいと思います。1番、故障2番、吉田、3番、柏野、4番、宮本、5番、脇本、6番、西田、7番、松浦、8番、石原、9番、宿口となっております。ラインを確認していきたいと思います。5番、1番、5番の脇本に1番の故障2番、9番、2番の吉田に9番の宿口、8、4、7、3、6、 8番の石原に、4番の宮本、7番の松浦、3番の樫島、6番の西田ということでね、5者結束ということで、2対2対5というね、もうなんかすごいね、変則マッチになっております。まずはライン先頭を走る自力型比較していきましょう。5番の脇本、もうここ大暴れしてますよね。はい。バックは3日とも取っているということになりますのでね、ここ5番の脇本先行まクリで戦います。2番の吉田、バック3回、ホーム3回、 逃げ抜き前手が2、まくりが4、差しが3、マークが0ということで、ねえー、こちらも目下絶好調。ピンピンピンと来ておりますのでね、脇本の完全優勝なるか、それとも吉田拓也の完全優勝なるかというところでしょうか。8番の、ね、石原、バック15回、ホーム14回、逃げ抜き前手が7、まくりが3、差しが0、マークが0とね、えー、ここももちろんね、先行まくりで戦っていきます。後ろにね、ずらりと4、7、えー、3、ね、6度で4人つきますのでね、もうここは行くしかないというところです。 問題は、このね、84736、ここのね、ライン、石原ラインなんですけれどもね、8番の後ろが、 なんとね7番の松浦ではなくて4番の宮本をかましているというところがね、まあ、最大の特徴になってくるのかなということでここはね何がしたいかというと8で、ね、4、7、3、6でインを切って逃げていくもうこれね2周先行ということをね8番の石原は思ってます。いくら7のら、ね、直線が短いというでもね2周も先行したバばてるんですよね。そうなると脇本のまくりよりも先に4番の宮本がバンテまくり。7番の 松浦が脇元をブロックもうこれしか考えれないですね。8番がもう2周前からぐんぐん踏んで、4番が早めにバン出まくり、脇本が満を期してまくってくる、7番の松浦がブロック というねこれで脇元対策完璧だということになっているんですけれど、さあ、そううまくいくかどうかということで、スタートはね、1番の故障もいますし、5番、1番が前受け、2番、9番が中段、8、4、7、3、6がね、後方からということになります。赤番前から8、4、7、3、6がね、行きますけれども、はい、ここは脇元怒涛の突っ張り先行ということでね。 84736さすがに出させてしまうと、えー、モンスターは脇本といえどね、えー、これをまくれるのかと。7番の松浦のブロックがあるのは分かっているということになりますんで、またブロックされてね、こ、え、け、ー、てしまったら、せっかくね、えー、病気から立ち直ってきて、ピンピンピンって勝ち上がってきてもね、意味がないということで、脇本をやることはただ一つじゃないですか。8番の石原を出させないというね。 これしかないでしょうということで、えー、5番の脇本まさかの2周先行と。さすがにね。 ピンピンピンで来ててね、次元の違うね、走りを見せている5番の脇本ですけれど、さすがに84736の5人ラインをね、1人で潰しに行かないといけないんで、これはね、最後の直線しっかりとね、粘れてるかどうかというところでね、やっぱり逃げ切りっていうのはしんどいんじゃないかと。1番の故障もね、調子いいですからね、今え。ということでね、この8番と5番のガチンコ対決になってしまいますので、脇本がね、ちょっと直線緩んでしまうと。 なると、1番の古障がね、ここから抜け出してくるということで、1番の古障から狙っていきたいと思います。まずはラインの5番の脇本、特注ですよね。2番の吉田拓也、その後ろから腰た々んたんとね、差し足狙ってくる9番の宿口、7番の松浦が大外飛んでくるということで、1から5297、こちらの方でね、まずは処分をしていきたいと。 押さえ、こちらの方はね、84736と5者結束ですから、あここの二段掛けが、ね、決まって、7番の松浦が指すということで、7番の松浦から5番の脇本、4番の宮本、 2番の吉田拓也3番の柏野ということでね7から5423こちらの方で狙っていきたいと思います奈良春日賞決勝戦こちらもね脇本の強さがね際立っているそれをね5者結束するね8番の石原ラインがどうね切り崩していけるのか万が一5番の脇本と8番の石原がチンコ勝負になった時1番の古障が振りに行った2番の吉田拓也が打ちついたとなるとね2番の優勝 ということも十分考えられますのであなたはね二の吉田拓也から狙っていかれてはいかがでしょうか最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします